どうも、ガスパと申します。よろしくお願いします。2王2のね、体験版、続きからやっていきましょうか。裏で少し進めてました。で、ボス直前まで来たので、今日はボスからやっていこうかなと思います。で、見てこれ、温泉があるんですよ。そう、2王1でもね、温泉があったんだけど、今回これ女キャラじゃん。入ったらどうなるかというと、ちゃんとふんどしになるんです。まあ温泉に入ればね、こうやって継続的にね、だから回復してくれるんで、何見てんだおい。すごいね、片手でいなしてきやがったわ。じゃあ早くボス戦行こう。いやー、勝てるかな俺。ボス戦までの道のりがさ、おーっと、最悪、うわ落ちやがった。いやもう今日ボス戦でしょ。こんなんでやられてたらこの先思いやられるわ。起きて行こう。もう精霊失ったし、まったく精霊取り行かねえと。あのね、もう本当ドがつく俺方向音痴なんで見つかんねえんだよ、空いた精霊。おお、はい、おい危ない。いやどこ、あれ戻ってきたわ。いやもう全く道がわからねえ。くそ、ボスのとこまで行くのがもう遠すぎる。近いんだろうけどね、俺からしたらクソ遠いんだわ。あ、うるさいうるさいうるさい。いやもうマジどこなんだよボスは。よここ行けばいいのか。あ、これ一番最初のとこじゃねえか。ボスがわかんねえ。あ、マップ見りゃいいのか。あら温泉だ。あれあれ温泉だな。え、ここにも温泉あんの。あ、入れる。ここに入って行った方がいいのかな。入ってこう行ってでなんとか着いたりする。ちょちょちょ、うるさいうるさいうるさい。あ、ここですね、行きましょう。めっちゃ美人だな俺の主人公これ。ほら何、よし、あれだ、俺に任せろ。あれだっていう言い方がね、もうおっさんだよね。猿だな。何こいつ、怖い、かなり怖い。かなり怖いってよ。え、頼んだぞ。最低やなお前。うーわ、もう何こいつ。何ですか何ですか。何何何何。おい、なにこの木の後ろいれば大丈夫だこれ。あ、おおお、うわ登ってきやがった。待って待って待って、オッケー。はいはいはい、もうしばらく切ったら、うーわちょっと待って。あ、うーおー、いや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 、もうまずお前の動きを見せてくれ。あー、このでっかい木の裏いれば大体攻撃が当たらないと、当たらないっていうか向こうの遠距離攻撃は危ない。よし、回復は使いたくない、どうせ死ぬから1回目は。なんだ、下段攻撃からの方がいいのかな。ほい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 。あ、オッケー。なんだ、てっきりガードをすり抜けて攻撃してくるかなと思ったけど、いやーきついなー。精霊を失った己。よいしょ、はい。いやーでもね、動きはね結構派手なやつだったけど、ガードしてればガードの上からダメージを食らうことはなかったし、で遠距離攻撃はあのね木の後ろにいれば当たらなかったしっていうのね踏まえながら戦っていけば大丈夫かな。ああ、まあこれでもね2王1やってたからだいたいわかるんだ敵の強さが。で向こうまで行くのに時間がかかるんよ俺は。もう方向音痴なんだから。危ないわ、ここでもうセーブしちゃう。もうここから向かってった方が早いでしょ多分ね。ここからセーブするわ俺。はい、
ふぅ、オッケー。お、来た。おい、くそ。木の後ろにいた、ほら、木の後ろいれば大丈夫。そう、動きは派手なやつだ。しかし、遠距離攻撃がこの木の後ろにいれば当たらないし。オッケー、はい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 。オッケー、4回切ったらもう離れるよ、俺。おい。はい。うん、あ、離れて離れて離れて、よし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 。あ、細い木なら切んな、お前。待て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 、よし来るよ、ここ。おいほいほいほい、オッケー。ガードしてりゃダメージ食らわないし。ほい、あー、くそ。あー、うん、でもね、そんなに難しくないよ、ぶっちゃけ。今まで戦ってきたボスの中で、まあ一応体験版だし、一番最初のステージっていうこともあるから、そんなに俺は苦労しないと思う、こいつは。ムービーのスキップ自動的に行う、これです。はい、こうしましょう。これで効率よくいけるぞ。何回かやられるのはもう目に見えてるからね。こっちだっけ。わあ、俺が欲しがりすぎた、くそ。すぐ避けないと。よし、 OK、 はい、それ避ける。よいしょ。なに、外した。なんて名前だお前。かまいたちか、そのままじゃねえか。おい、俺が欲しがりすぎたな。切ったら離れる、そう、マックス3回。そうしよう。はいはい、よし、よし、はい、これこれ、もう根気だから。うわ、いやー、もう疲れんな。はい、そうですね。やす、俺の間は絶対木がないとダメ。もうなんならそれ全部切り倒してくれ。おいおいおい、アホー。それ避けれねえな。なんとか真後ろに回れればいいんだけど、こう切ってこう、ほら、こういうことよ。別が敵だとするべ、こう切って、はい、こう、こういうこと。後ろに回り込めばほらいいじゃん。でバン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 ダンつって。なんでお前近づいては離れてって。じゃあ俺も、おい、切っては離れて。そう、この作戦。後ろ、木の後ろ、基本木の後ろ。わあ、もうその木登るよお前。もうほら、近くに大木がないと。お前、お前全方向に刃ついてんな、もうずるいわ。どっから攻撃すりゃいい。ほら、もう竜巻苦しい。まったくよ、かまいたちよ、強さを求めたがゆえそのような形になってしまったか、お前は。あ、もう助立ちどうする、やってみるか。弱そう。ありなんちゃう、もしかして。まさかある、ありなんちゃう。結構ほら、向こうに聞い取られてくれんの、一瞬だけど。オッケー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 じゃねえけど。 あの間お前無敵なのか、くっそ。ちょ、離れて、すいません。わあわあ、キナ死んだ。キナ落命した。うわ、あいつ本気出すわ。お、このモードになったら俺妖怪モード使えるよ。だから俺死ぬね、これ多分。何？はあ？こういうことしてくるよお前。ちょっとちょっとちょっと、俺も妖怪モードになった方がいいと思うけど。来い。お前もう背中つか、もうその尻尾の尻尾の刃がえぐいことになってるやんけ。いや、もう決めるか決めるか、もう突っ込んで決めるしかねえ。よっ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 。え、勝てる、わかんないが。
よしよしよし、あれいけそうと回復していけるんじゃん、これもしかしたら。やべえ、キナに感謝するわ。ほいほい、やばい、危ない、おい、へい、待て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 、慌てない慌てない、そうこれ待つ、ひたすらガード。あれおい、どうした、何やっとんねんお前は。あ、バグったかと思った。おい待て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 、うーわやっちゃった、うーわクソ勝てると思ったのに、もういやもう考えられん、さっき妖怪化できたからいいんだよな。おっ、うーわー、まあかまいたちだからな、きっと風属性なんだろうけど、な弱点があればいいんだけどね、継続ダメージ与えるみたいなさ。ねえ、木が邪魔でよくれんかったよ、もうそれ。レベル17、木な。こっちにもなんかいるよね、レベル高いやつ。こいつはレベル 113? いや、レベル13か、お前。ダメだな。あれ、どっちに向かうんだった俺、こっちか。よしよし。だいぶ切った、だいぶ切った、よし。回復はね、なるべく。あ、これ勝てるなーって時になったら使い始めたいんだよね。でまだそれがないから、うわーもうバカした、痛い出費だ。温泉効果ない、温泉効果ないね。エロい声を出すなお前は。そうだね、この継続的に回復してる時にガンガン攻めた方がいいかな。その作戦いこうか次は。エロい声を出せよお前は。ため息をつくなお前は。ため息つきたいのはこっちなんだよ。いやもう耐えるしかない、ここは。わかんねえんだってお前の、その早すぎるってお前。らあ、どうだ、よし雷。あー、まあこれでもまだ半分か、半分もいってねえな。よし、どうするどうするどうする、うーん、どうしようもない。あーもう一生分の落命見たかもしんない。何このザ・デストロイヤー。勝ったなこれ、妖怪も使えるし、行きましょう。俺を無視ですか完全に。オッケーオッケーオッケー、油断するな油断する、よしよし、セーフ、ナイスナイス、でかいアイスの。よーし、おい、いけ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 、デストロイヤーいか。いやここだ、おい、ここ少年はだ、負けんなよ、いけるんじゃん、おっしゃ、これで継続ダメージ与える。OK 勝てるよこれ、勝てるんじゃんマジで。うーわーやっちゃった、うーお、アホ、負けるわけいかない、飲め、これ勝てる、これ勝てます。行くぞ、おらー、うわ、いや勝つわこれ、よっしゃ乗り切った、よし、いいいい、勝ったなこれ。あ、待って待って、油断するな油断するな、集中力見せろガスマ、オッケーオッケー、デストロイヤー夢中。いや遠いわ、うわまたか、一発キットここ近いよ、オッケー、勝てるんじゃん勝てるんじゃん、勝ったなこれ。あ、でも油断しちゃダメ。待て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 、うっそー、
うーわー、妖怪使っとけよかった、くそ。いやー、もうマジ顔出し用のカメラ欲しいわ。俺すげえいいリアクション撮ってんのに。まったく。だけどね、もうとある方からね、お許しをもらってないんで、ね、顔出しはできない。この野郎、もうクソは決め。デストロイヤー、うわ、いねえな。待て、お前レベル31じゃねえか。使うか、行くぞ。なんだお前レベル31って。あ、どうも。なんか、呂布みてえのが出てきたけど。うわ、斧持ってるし。いけるな。勝ったの。チェックメイト1996。なんてアカウント名だったんだ。ああいう状態になっちゃうな。なんか心理的なやつ。集団でいるとみんな本気の力出さないみたいなさ。俺はもうそれになってるんだ。もう完全にあの呂布今頼ってたもん。それじゃダメ。呂布いるけども、もうね、いないっていう感じで行かないと。あ、お前か、またか。よし、行こう。行くぞ。あ、どうも。どうも。呂布はいるけど、もういないっていう体で戦わないと。呂布女だったのあれ。一回回復しとこうか。うわ、くそ。じゃあ危ねえ、やり過ごした。うわ、ナイスナイス呂布。あー、ガードしたけど、オッケーオッケー、やり過ごすやり過ごす。待て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 、気力を回復させろ、冷静になれ。よーし、勝てるぞ。あ、オッケーオッケーじゃねえけど、呂布に目が向いたんだったらオッケーよ。はい、よっしゃ、来た。どうしたお前、なんだそのアイコンは。知らねえわ。あ、これ妖怪になったら勝てるぞ俺。勝っちゃうか。でもいざという時に残しとく、それとも。でも回復薬だな。バカ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 。来たー、うーい、達成。あ、どうもありがとうございました。お辞儀して帰ったぞあいつ。やっと倒したわ。なんや、どれぐらい ?1 時間22分ですね。まあ一面のボスにしてはいいですよ。これ拾いたい、これ。よっしゃ、サンキュー。お、はあ、はい、行きましょうか。先進もう。いやー、やっと倒せたわ。で、妖怪化ならなかったしね。ミッション終了します。はい、よろしい。お、かまいたちの力手に入れた。うわ、最高じゃんか。早速もらうよお前。まあいいや、これ後でセッティングしましょう。はい、いいです。メニュー姿写しの以下の項目が解放されました。お、あ、マジで、コロク、あ、コロクになれる俺。あ、見た目変えられる、俺変えたいな。水黒い、きたー、ボケー。外見設定、姿写し、俺なんかウィリアムのやつ手に入れたんだけど、見して。あ、ほらウィリアム、おお。これ仁王1の主人公ね。で、コロクが手に入ったって。あ、こいつのことか。はい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 。まあでもね、あ、ウィリアム全然いいと思うけどな。まあとりあえず、はい、外見設定します。よし。めちゃくちゃ可愛くしてみた。あ、でも俺この感じ好きよ。この感じっていうか、あの、すごい可愛い女の子がね、こう大立ち振り回してる感じ、もうそういうギャップが俺すごい好き。よし、これでいこう。やっぱね、背低い方が攻撃当たらないとか、もしかしたらあるかもしんないじゃん。だから一番小さくしてみた。でも見て、カーソル移動させて、赤くなったところを丸押すと、なんかアイテム見つけるぞ、ほら。お、やったやった。どんどん見つけろ、どんどん見つけろ。え、この、もうないか?ないっぽいね。もうさっきからこうやってグワーって見てるけど、ないっぽいっすね。うん。で、ここが次のステージか。てかこれ体験版でしょ?どんだけボリューミーやねん。まあ、ここら辺にも出てくるんじゃないのきっと。ね。で、まあとりあえずね、かまいたちを無事倒せたということで、今回はここまでにしておきましょうか。はい。
じゃあどうもご視聴ありがとうございました。さよなら。